こんにちは。おはよう、おはよう。こんにちは、だもん。こんにちは。15人ありがとうございます。こんにちは。どうも。初見です。違うでしょ。こんにちは。こんにちは。どうも。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。よかったむず。419人マサジーさん初めて、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。こんにちは。生こんにちは。うん。iPhone の写真整理やってるけど永遠に終わらない。わかる。iPhone の写真整理全然終わってない。私もめっちゃある写真。3万枚ぐらい。3万3000枚ある。全然できてない。リーさんファンレベル18。ありがとうございます。こんにちは。どうも。サイコロさん100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとうね。こんにちは。どうも。ん、泣いてる。どうした。ブブ、こんにちは。どうも。どうも、どうも。こんにちは。よいしょ。よいしょ。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。どうも。こんにちは。ニャホン。メイロンさんファンレベル15。ありがとうございます。あとね、こんにちは。ムーさん何してる。うん、おいで。うん、ニコだな。カニの靴じゃ落ちてるじゃん。こんにちは。たまん。いよ。どこ行った。今日外出た。出てない。今日まだ行ってません。でもキャラ隊のくじ引きに行こうと思ってる今日。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。のぶぶさん配信待ってろ。こんにちは。生全国でに、あ、今日雨なの。めんどくさいな。でも引きに行かないとなくなっちゃうね。欲しい商品キャラタイ行こうかな。こんにちは。ずっと雨なの。天気、今日の天気。雨降るみたい。こんにちは。どうも。雨降ってないとき狙っていくわ。こんにちは。どうも。かわいい。ありがとうね。ありがとうございます。雨だし安定のエグサロー。安定の、そんなことない。今日は全地区でお祭りある予定だったのが雨や中止なのか。雨なの知らなかったわ。雨の日ブブは不機嫌。そんなことない。で、昨日さ配信終わった時さ、ブブがどこにもいなくて、どこいるんだろうって思ったらさ、
後ろにさ窓があるじゃん、カーテンあるじゃん、あのカーテンのなんかカーテンと窓の間にいたいつの間に入り込んだんだろう、びっくりした。近くにいる気がしててさ、と思って、でもいなくて、どこだろうと思ったらカーテンと窓の間と窓から外見たりするよ、ブーさん最近する。あの子勝手にカーテン閉めてたんだけど、カーテン閉めてたらこっち行かないと思ってた、全然入ってた。よかったまず420人、博士くんさん今月もありがとうございます、ありがとう。あとね、どうもこんにちは、どうもデカキューちゃんポジション確かにまず外にねブーさん一人公園に行くわけないでしょ、カーテンと窓って結構猫入りたがる、確かにブーさん最近入るのよね、出にくる。二度目の方ありがとう、こんにちは。何もないとこ、何もないとこ見たり、あ、急にするね、ブブさん。急になんか、何もないとこ見たり。どうした欲しいもち。カニの親玉、親玉じゃない、親方タムは、親方タム、はじめまして。ね、カニの親方って誰ですか、初めてじゃないでしょ。こんにちは、どうも。また入るとしてるわ、こっちのところ。何？そんなに好きなのか、そこが。本当？ブブさん。かわいい。ケンキザキさん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ちょっとね。動物で匂い第六感っていう。あ、そうなの？ちょっと見たいのかな？ちょっとずつ見てる。そんなに好きか、そこ。こんにちは、どうも。ブブさん、こんにちは。あ、今日かとも、はじめましてってならない。おかしいでしょ。こんにちは、とも。こんにちは。窓のとこ乗れないようにしてたからな。乗りたいかな、乗れるようにしてあげようか、乗りたそうだから、してあげる。ちょっと待って。よいしょ、ウブさんが窓のとこ乗れるようにしてあげた乗った。よかったもぞ、421人ミントミントさん、今月もありがとうございます、ありがとう。ありがとうね、こんにちは、とも今日もツッコミは経験どういうことよエンターさん、ファンレベル13、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうね、猫でない、インドも、インドの窓から外を眺めるの好きなんだよ、きっと。ウブさん。そうなのか？お気に入りみたい。最近気に入ってる、この窓のところ。こんにちは、たまん。ウブさん、やっと外に興味が出てきた。ウブさん、見るのは好きなんじゃない？出たがんないけど。静かに逃げ出すサンダー。やめてよ。逃げちゃダメよ、ウブさん。こんにちは、どうもこんにちは、よいしょ、どうもどうも、よいしょ、こんにちはよいしょちょっと見てる、おぶさん二度目の方ありがとう、こんにちは、よいしょ。いつかこの窓の向こうの世界で通ってんの、ブブさん。くつろいでる、めっちゃかわいい。こんにちは、どう？ブブさん、ブズに入りたいんだけど、カニ味噌味のチョウチュールでダメです、チュールあげちゃダメ、ブブさんに。出たがらないって誰かと一緒？
何、私って言ったのか。そうだね、ブブさん外苦手だから、すぐ口呼吸しちゃうから、かわいそう。ブブはマイペース、は猫ちゃんだから。そんなもんよ。二度目の方ありがとう、こんにちは。猫には人間に見えないもの見えるから、何かいるのかも。え、そうだろう。もう一回いる、おはでもブブさん家の外には脱走しないから。確かに脱走しない、絶対しないね。外出ると挙動るんか、相当苦手。口呼吸始めちゃう。口呼吸良くないか。こんにちはの。もうなお自由に伸びたいなって言ってるの。だってめくったらめっちゃこっち見てくる。なんだよみたいな感じ。なんか浴びてんのか、かわいい脱走苦手、脱走苦手でいいでしょ。脱走得意な方が嫌だよ。ブーブーペース、そうよ、ブーブーペースこんにちは、よいしょ。猫ちゃんお前一生外出なくても全然平気らしい。あ、そうなんだ。ブーさん外出なくていいよ何見てんのよってえ、そういう顔してた何みたいな何ちゃうの。ブブを飼い始めて寝てるかゲームしてるかだけの生活が華やかやった。寝てるかゲームしてるか、そんな生活じゃないよ別に。こんにちは。ブブがツイッチでエペのゴールド言ってた。ブブ辻してないだろ、してないだろ、何言ってんの。ペクコプターで空飛んでたら面白い、猫が。確かに面白い。こんにちは、遊びに来てありがとう、ね、2度目の方ありがとう。こんにちは、どうもー、やほー、こんにちはこんにちは、どうもどうも。ちょっとくつろいてるわ、まだのところでいや、びっくりしたわ。配信の終わるときぐらいにさ、ブブが近くにいる気がして、ブブ、近くで音がしてさ、椅子の下かなって思ってて。ね。配信終わって見てみたら、いなくて、どこいるのって。やばい。ブブって言ってたら、まだのとこいた。カニちゃんの。大河ブーブの標準フェイス何って顔してるの、ずっと可愛いけど。幕張ナウ握手会か、今日握手会行ってですか。いいねこんにちは。どうブーブがぷよぷよで30連鎖した、もう天才じゃん。ぷよぷよで30連鎖天才なのよ。メシポブランブランディストレのしっぽ、しっぽさんないうん、しまってるこんにちは。でもあの娘かわいいにゃーって、外の誰かわいい、こんにちは。でもこんにちは、つろいてるから、まだのどこでブブさんこんにちは。でもみんなカニギフトと、なんだっけ、アルリウギフト、ありがとうございます、ありがとうね。こんにちは。初見です、違うでしょ、違うでしょこんにちは。どうもこんにちは。お腹空いてきたな。何食べようかな今日。こんにちは。なんか食べない、なんか食べたい。何食べよう。うちの曲が一番可愛いなって言ってる。本当に待ってる、タオルさん
カニでも食べ、カニ食べたいけどないよ、家に。なんてラーメン、いや、ラーメンはないから、今家に。食べない。カップ焼きそばいいね。そろそろご飯の時間。ウーさんも食べて。カニクはない、家に。ないない。トンネルケバブブ、ケバブブ、ブブじゃん、それ。今日はもうチューラーあげた。え、チューラーあげてないよ。チューラーご褒美だからあげない、そんな簡単に。こんにちは、おん。こんにちは、やほー。何食べようかな。ウーバーしない。高いよ、ウーバー。アマゾンでカニ買えば。いいよ。あつむの方ありがとう、こんにちは。ウーバーさん、餌おばあだから。え、もうあげて、ウーバー。あげて、食べてた。出前か、出前かもしれません。その、頼まない、そういうの。カニチュファーでも、カニ釣りに行く。カニ漁に行くのよから、行かないよ。ブブバーってなんだよ。ブブバー。ブブが配達してくれんの。タモさん、いや、食後の餌やばすぎる。食後の餌やばい。太るぞ、ブブ。家に食料ありますよ。あるよ。カニクマですらちょっと高いと感じでしょ。カニクマ最近買ってないなぁ。米だけは出たよ。米だけっていうの出た出た。定期的に聞いてくるからな。米炊いたとか。米炊きなよ。何それ、こんにちは、どうも。ヨカちゃん、今日も子が可愛いです。ありがとう。ありがとうね。カニちゃんとも、ウーバーです。カニカマ一本持ってきました。一本だけで持ってくるなぁ。ヨシカナさん、ファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。カニちゃん、ここにた、ごめたっけば腹が鳴るなり、タムさんち。なんでそれ。なんでこんにちは。カニ目の時はカニ。いや、カニ、ないよ。ないよ。カニカマにはサラダ黒いです。カニカマあんま食べないんだよね、普段。カニカマ、たまに食べると美味しいよね。ちくわ白米あれば軽く2杯いける。え、ちくわで白米2杯。ちくわ、え、ちくわで、ちくわでちょうどいいかも。こんにちは。パンはないな、家に。ないね。ご飯しか。こんにちは。白米とマヨネーズでいける。白米とマヨネーズはちょうどいいだな、私は。無理だ。まあ、マヨネーズは無理だな。マヨネーズだけは。こんにちは。さつまいもで焼きよう。さつまいもないや、そんな家に。調理してません。ないです。卵かけご飯が一番セットリバイアや。まあ確かに。でも卵がないんだよね。家に、ふりかけあるから。ふりかけでいけるよ。チョコボールおかずに白米やばすぎだろ。やばすぎる。納豆ないよ。納豆その、準備してないよ。いや。何があるの？ご飯と、なんかいろいろありました。もずくキムチがある。具材なさすぎ。いや、ないのよ。冷凍庫とかさ、冷蔵庫今パンパンで。給食デザートで。だからそれを食べてしまわないとさ、いろいろ食材買えなくって。お肉買ってもさ、お肉ってさ、いっぱい入ってるやつの方が安いじゃん。だからいつもいっぱい入ってるやつを買うんだけど。ね、なんか小分けにして冷凍するのね。だけど、冷凍庫がちょっと、入んないですから、ちょっと今。給食デザートを食べてしまわなきゃいけない。こんにちは、いっても。めっちゃあんのよ、今。冷凍庫に給食のデザートが、給食デザートが。食べなきゃいけない。こんにちは、どうも。いっぱい給食デザート買っちゃったから、そう、激辛ペヤングは出てこないです。あー、もうできんです、このルーム。激辛ペヤング、おー、食べたくない。あれは買い物行かない、買い物行ったところでね、冷蔵庫入んねえからな。
いや、行ったところで。冷蔵庫小さいの。まあ、でかくはないよ。あんなでかいのいらないじゃん。だから。でも、冷凍庫のスペース結構大きいやつ買ったんだよね。冷凍、なんて、冷凍庫いっぱい使うかなと思って、ちっちゃいのじゃなくて。大きいやつ、なんか半分ぐらい。半分もないかな。半分よりちょっと少ないぐらい。冷凍庫のでも、よ、なんて場所が大きい冷蔵庫買ったんだけど、それとも給食のデザートにもいっぱいだから。だから給食でさ、とりあえず買わなきゃ。買わなきゃじゃない、食べなきゃ。ピアンガができになってんの初めていいの。激辛ピアンガ、極激辛ピアンガ、あんま食べたくないね。辛すぎ。お疲れ様です、お疲れ様。でもこうやってお菓子買いすぎたらまた食材入らなくなる。お菓子ってあれは、給食デザートはネットで、なんか、いっぱい頼んだら1万何以上で、送料無料だったの。送料高くて、そこ。だからいっぱい頼んだよ。スターすごい。冷凍庫パンパンやっちゃった。ずっと冷蔵庫、ずっとは？うん、そう。こんにちは。お？でも溜め込まないでさっさと食って片付けろと。そういうことだな。給食でだと食べなきゃ。送料無料でまんまで大量買い。そう。送料めっちゃ高かったよ。送料がなんか、関東とかでも900円ぐらいで高くて。だから、それならさ、900円送料で払うんだったらさ、買っちゃった方が良くない？普通に、追加で。だから。こんにちはー。もう、近くの人と今日の方近くに知り合いいないよ。フォローありがとう。ありがとうございます。冷凍庫の食品もハーク食べないとレックしてくる。え、そうだよね。ハーク食べなきゃ。そんなは送料無料じゃないよ。こんにちは。どうも。確かに冷凍ならクール便だから、だから、そう、どういうこと？だから頼んじゃった。こんにちは。何気味のグッズの送料も高い。高いの？私は一回頼んだことある。ソリ忘れちゃった。こんにちは、どうも。給食で何が一番好きだった？給食鶏にいた丼だな。大分でしかないけど。なんか鶏肉とニラ、なんか、甘辛く炒めたやつっていうのかな。鶏にいた丼。でもそれは送料無料って言葉に乗せられてたくさん買わせるっていう向こうの思うツボ？いいじゃん別に。おいしょ。このクソで学校通ってないよ。やばいでしょ。こんにちは。冷凍庫の奥の方に古いもの。古いものはそんな入ってない。その、給食デザートが、ほぼ給食デザートだからね、今冷凍庫の中。と、もつ鍋と、あと、明太子ぐらい入ってんの。んぐらいかな。あと、入ってないよ。給食デザートがめっちゃ多い。鶏煮板丼ってなんだよ。鶏煮板っていうサッカーのチームがあるじゃん。あれのやつ。鶏煮板丼。っていうのかな。でもなんかね、その鶏煮板が、試合の時、置いてね、食べれるらしいよ。鶏に、あ、間違えた。にーた、丼。鶏にーた丼。大分の学校給食で大ブーム、謎の鶏にーた丼って答えられてる。これ美味しいのよね。これ、みんな好きなやつよ。小学生とか。なんていうのかな？なんて言ったらいいの？なんか鶏肉とニラのやつ。たまにかけて鶏肉とタレがかかったあの名物か？知らないだろ。
あ、つぼの方ありがとう、こんにちは。サッカーの鶏にいた。そうそうそう、サッカーの鶏にいた。それめっちゃ美味しいのね。給食の人気メニューよ。なんかさ、小学校の時はさ、なんか小学校6年生に卒業が近くなったら、小学校6年生になんか好きなアンケート、好きな給食のアンケート取って、で、なんか、あの、人気が高かったやつはさ、人気が高かったやつが出てくるみたいな、そういう日があって、給食。鶏にいた丼入ってた気がするわ、それに。一番、ん？ニラ？あ、鶏にニラ。そう、鶏とニラ。うん、みんな好きなやつ。鶏の唐揚げとニラ甘辛く煮てご飯にかけ。そうそう。そう。美味しいんだよ、それ、めっちゃ。鶏にいたって何？ニラよ。こんにちは、どうも。揚げパンとかも人気あったね。揚げパンね、あんま出てきたことないんだよね。小学校、中学校。こんにちは、どうも。だってもうおはよう。こんにちは。どうもこんにちは。揚げパン、ソフト麺、パスタ。ソフト麺出たことない。もうそもそも、ソフト麺ってさ、袋に入ってるじゃん。あんなに出たこと、なんか、そもそももう麺入ってた。こんにちは。ソフト麺出てきたことないね。でも、そもそも麺が入った状態で出てくる。パスタとか。こんにちは。給食のサバの味噌煮って、あ、確かに美味しかった、あれ。確かに。めっちゃ、そんなに降ってんの、外。ずっとね、窓見てる。出てこない。で、ソフト麺食べたことあるよ。あの、なんかね、大分のね、豊後高田っていうところに、昭和の町かな、なんかあって、そういう昭和の町並みの。ここに学校給食が食べられるところがある。そこでソフト麺食べた。アイゼンさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。こんにちは。カレー味噌ラーメン、カレー、え、そんなんあんの。麺が入ってないって袋だよ。そんなわけないだろ。そんなことないな。そんなわけない。違うの、麺がもうもともと入ってた。分かれてなかった、麺とソースと。いろんなとこには作り手を楽しみ込んでてっていうのがあって、その日は普段より豪華なんで。あんなのあった。それいいね。たそがりぶぶさめは。給食にブラックモンブランはないね、出たこと。給食のデザートはお米のタルトだ。分かれてますか。こっち見てくる。カーテン開けたら。どうも嘘つきです。どんな紹介よ。どんな自己紹介。はじめまして。違うでしょ。ちょっと一旦お手洗いってきていい。ちょっと待ってて。画面変えるね。よいしょ。これで、ちょっと待っててください。あの、すぐ戻ります。ちょっと待ってて。
ただいま。よいしょ。ただいま。ベビースターさん、ファンデベル18位、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも。よいしょ。ただいま。雲に肉牛がありますよ。かわいいしよ、これ。くにちゃん、どうも。ただいま。2.5 等身ぐらい。確かに。2等身ぐらいじゃないこれ。こんにちは。よいしょ。でもセブンイレブンでお昼ご飯を買ってきたものです。なんでそれ。ブブつなぎありがとう。このクマちゃんブブだったの？嘘だろ。ブブさんだったの？こんにちは。どうも。ブブさんはずっとね、外見て気に入ってるみたいです。あれってなんですよね。僕の体温とかに。僕たい今日雨なんだね。知らなかった。セブンイレブンは美味しい弁当が多いから何もないって気がする。美味しい弁当多いの。そうなんだ。あんまり弁当買ったことなかった、セブンイレブン。こんにちは。でも今家にカレーのレトルトと現地パイしかなくて絶望した。なんか終わりに現地パイ、何代わりの現地パイって書いてある。お米もないの？やっぱりちょっと何やできないの？それ何やなれない。こんにちは。どう？二度目のピタリゲット。カレー弁当や焼肉弁当、とんかつ弁当たくさんある。そうなの。あれカレーを食べたことあるかもしれない。美味しかった。今がいない間に来てゲート投げて壇上に上がった。ありがとうね。アフロアさんがこれキンクワン。金カニクマ、ドロマイさんありがとう。あいつね、読めてなかった、ごめんごめん。ありがとうございます。こんにちは。でも冬はセコマとホットシェフが安くて美味しいから。そう、北海道のやつでしょ。いや北海道行った時、今日は買ったそこのコンビニ忘れてたね、めちゃくちゃ。今は30%引きの商品がたくさんあったけど、今日は合わなかった。残念だな。こんにちは。どうも。こんにちは。お昼食べてきたの？食べてないわけど、まだ。お腹空いてますよ、めちゃくちゃ。何食べよう。こんにちは。僕の？何ですか？僕の？お腹空いた。お昼何食べよう。何が食べたい気分？今？油そばかな。焼きそばも食べたい。エコマート、あ、茨城にも多いんだ。あ、そうなんだ。うん、僕の画面は一位さんが何ですか。基本麺類で関係、いや麺類が一番美味しいだろ。コンビニ食、コンビニ食めんどくさいよ。納豆ご飯食べたの？そうないのね。じいさん消えてる？なんで？ピンポイントで？嘘だろ。おにぎりでも作るか。おにぎり？いいよ。私はいます。そう、クイレスなんなのよ。なんでそれ？お兄ちゃん？ウーさんにお使い。ウーさん言ってくれるかな？わけないだろ、ウーさんが。スマホ風潮。ほんとだ、てっぺんがいない。あれ？みんないないの？私はいるよ。ちんとこいます。なんでだろうな。前のとこいる。あれ？なんでだろうね。なんでいないんだろう。こんにちは。たまーん。くつろぎすぎじゃん、ゆうさん。
ブーさん強制的に帰ってきた。赤字したら出てきた。あがいた。たまに無性にカレーうどんと、あ、カレー？あ、いいね。美味しいよね。自分のこと消せる。自分のことって、いや、消せないよ。無理。たぶんバグだね。なんか、ブーさんあったかいね。今、日光浴してたの？だから？だから。何か出前取りますか？何がいい？出前取らないよ。皆さんのテリトリーに窓がかかって、なんか最近気に入ってるんだよ。昨日も配信中に窓の方の位置と。こんにちは。あー。ブーさん、強制機械。あ、ブーさん、涙がいっぱいじゃないの？涙いっぱいなら別にいいんだけどさ。パーティーにつけちゃうでしょ、あなた。パーティーにつけたんじゃないの、涙を。涙取れなくなっちゃうんだから。こんにちは。何か作りましょうか。材料は何が、材料をないよ、全然何も。夕食デザートを持ってたい。食べてないのもん。えらいね、ブーさん涙拭けて。こんにちは。最近丸太棒ラーメンに流行ったよ。棒ラーメン？ちょ、棒ラーメン食べたことないんだよね。ないんだよ。セイコーマーツのホットシェフが食べたいのに、往復。往復1時間からかかるから、絶対、あ、絶対じゃなかった。往復35分のセブンイレブン。確かに、往復1時間。多いね。往復35分をバーバーあるんじゃないの？嬉しい涙か、上さん。毎日嬉しい涙流した。お兄ちゃん、どう？この国の何を。あともの方ありがとう。こんにちは。アバターの服着てる写真。違う違う。アバターはこの服着てるの。逆逆。この国のてっぺんは多分。いつからてっぺんになったの？てっぺんらしいよ、ブブさん。ふふ、ブーさんまだ多分にいじめられて涙ない。いじめてないよね、やめてよね。隣の家行ってお昼食べさせてもらう。やばすぎる。ちょっとお昼ご飯分けてくださいって。やばいよ、やばいよね、ブブさんね。タオファンチされてる。してないよね、ブブさん。なんでそんなこと言うの。見どころだよね。かわいい。おまささん、ファンレベル23。ありがとうございます。ありがとう。おまささん、金カニクマもありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。では、おまさん、ずっと私のね、足の上乗って、撫でられてる。気持ちいいか。マーク35度もかかるの？だと、田舎ダメだよ。ウェイよ、わかんないよ。あ、どこ行くの？肉球はあったかいの？眠いの？どこ行っちゃった？さけさん、コメントありがとう。こんにちは、たもこんにちは。少ないなくて、冷凍庫もいっぱいで、ウーバーも頼まれたって、コンビニも行かないんでしょ、隣の家しか。家あるよ、食べるものぐらいありますよ、それ。ねえ、ブブさん、じゃなかったら冷凍庫パンパンになんないよね、冷凍庫もね。今日は雨降ってるし、ケチャップで上しのぐ。ケチャップで上しのぐのやばすぎる。やばいよ。なんか食べますよ。大丈夫。しかもないから地下でコンビニつながってるわけないだろう。つながってたら最高だよ。なってません。うん、お米のタルトがめっちゃ冷凍されて。お米のタルト10個ぐらいある。10何個あるの。15個ぐらい多分ある。で、
だから他にも給食デザートがいっぱいあるから、今私の家の冷凍庫は給食デザートだらけです。そうだそうだ、隣のラッキーボーイなんか食べさせてもらえ、ラッキーボーイがラッキー変わるかもしれない。ラッキーなのそれって。だってラッキーなのこんにちは、どうも。クレープはないね、なんかゼリータルトとゼリー系がね、いっぱい。何日で食べよう、何日で、何日で、むずいよ、いっぱいあるんだもん、そんなわかんない。マイクの食教食デザートだね、今んとこ。あつもの方ありがとう。こんにちは。顔おばさん。顔知らない。なんだよ、それ。こんにちは、どうも。こんにちは。前に言ってこいな、どっちが住んでるかもしれない。あ、よくわかんないよ。あんまり合わないもんだって。住んでる人と、給食デザート何キロ？何キロ？え、わかんない、何キロかは。たくさん買った。なんかこう全部セット売りで10個セットとか8個セットとか。もうだからいっぱい届く。今日もナイトプール行きますか？ナイトプール行ってないの別に。行ってない。お昼何食べるか、普段は食べないか、なんかお米食べるか、2トンぐらい、なわけないだろ。あるわけないだろ、冷凍庫に2トンっておかしいだろ。ちなみにそこ日本ですか？日本に決まってるだろ、どこにいた私。ね、ブブさん、ブブさん今椅子を足で寝てんのか。南極ないけどないだろう。なんなんだ、引っ越しの挨拶行かないな。誰か来たこともない引っ越しの挨拶。引っ越しの挨拶は最近しないんじゃないの？わかんないけど。わかんないけどさ。転売するのかも、さすがタズの親玉。転売しないよ。いない。ふふ。わけないでしょ？ね、ブブさん。引っ越しの挨拶しなくない？え、するの？しないんじゃないの？私、隣がこんな可愛くなったら気がいいじゃない？引っ越しの挨拶はしてない。したことないよ。うん、小姫さん、ファンレベル11、ありがとうございます。引っ越してきました、ブブです。ブブが行くんかい。ブブが行く、かっこいい挨拶行けば警戒されるかも。行かないよ、かっこいい挨拶やばいだろ。エンジンのかっこいいやばいだろ、通報されちゃない、大丈夫？こんにちは、どうも。うん。タマが引っ越してきたら毎日挨拶。毎日挨拶。どういうこと？毎日挨拶。でもおまわりさんの巡回は怖い怖い。そんな幼稚園の格好とかして外出ませんから。出ません。兄ちゃんでも保護します、ということ。代わりに挨拶ブーさんがしてくれてんの。もう寝てるブーさん、こんにちは、どうも。お腹空いてきた。まあ、給食デザート大人買いってなく業者買い、業者買いで大人買いしたのよ。大人買い、何業者買い。ブーさんお腹空かしてない、食べたい。
9月26日にゼルダの新作発売なんだけど、買わないか。ゼルダ 26? あともう少しじゃん。結構。もう少しじゃん。もしかしてコンポタスープの、コンポタスープの音？嬉しい、ちょっと。業務用冷蔵庫2つパンパンは買いすぎる。業務用冷蔵庫2つもない。普通の冷蔵庫1個なの。それやばすぎだろ。南極で、南極に立ち向かい南極歌が楽しみにしてます。いいね、そのダジャレ。うん。許可たまずに販売しませんよ。はや？どういうこと？何が？これ伝えたことある？本当 AKB ですかって？ないよ。どんな職質よ。ちょっと職質いいですかって。また AKB ですかって。どんな職質？大丈夫だ、どうぞだ。こんにちは、どうも。何時まで？今日は1時15分までです。つまりこんにちは。なんか広橋ね、過ごさなくなってなんか寂しい。いいだろう、ち。なんでそれ寂しいって。こんなくせてもブーさん食べ物取るわけないだろ。食べないよね、このなんかカリカリ食べませんよ。挨拶はタムの、タムの犬もにひっそりと。って誰が犬やねん。犬なんて言ってないの。犬なんて言ってない。言ってないの。フィッシャトリアさん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。こんにちは。たまん、初めの方もありがとう。こんにちは。こんばんは。こんにちは。めっちゃうまいかも、ブーブーさんとやろう。ブーブーがめっちゃ食べるから。うまいのか、あれ。うまい。こんにちは。たまん。猫の食べ物いらないよ。やだよ。うちの親、昔猫の餌をおつまみ、昔猫の餌をおつまみか何かと間違えたの。おつまみか何かと間違えて食べることあるの？ウーさん食レポうまそう。できんねえだろう。うわ、できないだろう。マニアで過ごして、たぶん起きてって言わせるくらいのファンサくれても、どんなファンサよ。寝過ごすファンサービス、初めて聞いた。例えば次のカエルイベント、次カエルイベントないの。ないの。たぶん真ん中にチュールを、何舐めるたぶん。チュール食べないよ。あれまじ。たぶんさ、食レポ、食レポきっとできる、きっとね。ヘルハーシー、カエルカチューシャつけない。今日カニです。カニ指だから、カエル指じゃない。カニ指だからカニつけない。お疲れ様です、お疲れ様。めっちゃお腹すいたわ。足元なんか食べよう。お腹すいたー。こんにちは、たまーん。ごやんちさん、カニたくさん。ありがとうね。ありがとうございます。みんなもカニギフトとアールリグギフトたくさんありがとうございます。ありがとう。こんにちは。どうも、いつもの方ありがとう。エンディングコースプラスカニ、やったよ。なんでエンディングコースすんだよ。よかった。まず422人、ふみやさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね、こんにちは。どうも。昔友達が犬と戯れてたから、犬の餌を渡してあげたら、ありがとうって言って食べ始めました。嘘だろ、友達嘘だろ。友達のじゃないの。面白そう、友達。ほぼ毎日寝過ごしてほしい。寝過ごさないね、ブブさん。ブブさんは寝てますけど。カニ足かじりながらカニのカチューシャ。どういうことよ。どういうこと。カニコースなんてもらわない。
ナイスだ。うん、エンジは普段着だもんね。コスプレじゃない、普段着あれじゃないの、普段着あれやばいっしょ。はい、水着プラスロングコート、それけないだろう。カネイチさんファンレベル12、ありがとうございます。と、あいつね、うん、こんにちは、たま嘘偽りなくてさ、友達がぬぬえさ食べちゃったの、面白すぎるでしょ。よかった、むず。423人。ゆうさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね。こんにちは、どうも。水飲む。よいしょ。お腹すいたから、ずいぶん話広がります。確かに。お腹すいたよ。ご飯食べたい。うわーどエンジコスにカニカチューシャつけて配信してほしい。しないよ、エンジコスいらないだろ。じゃあどう、今日もいいって、今日雨なんじゃないの、今日雨じゃないの、今日動物の餌って開発の過程で人間が試食してるって聞いた。あー確かに、私もらうけど、もう食べれるの知ってるけど、美味しいな。いや、ブブの餌食べない。いつも食べてないの、ね、よ。食べてない。あやし飯食べる。なそれ。もう朝食ないのか。マヌカハニーの在庫ないです、今。ダイレクトしか。この油そば、今日カレー屋だ。めっちゃいいじゃん。ブブもブルベ。ブブの肌ブルブイエベ、むずいな、ブブブブイエベじゃない知らないけど、二度目の方ありがとう。こんにちは。あ、ハヤシライスか、むずい。ハヤシライス美味しいよね、大好きよ、ハヤシライス。渋谷純さん、ファンレベル11、ありがとうございます。あ、ですね、もしかどうかはどの動物に合わせて作った餌かによる。あ、確かに試食か。こんにちは。突然だけど職場を越えたまま走ってる時に曲がり角でイケメンにぶつかったことある。あらけないだろ職場越えて走ることないだろそもそもでぶつかって、であれでしょ、そのイケメンが転校生で来るってやつでしょ漫画でよくある展開それでしょセブンイレブンのなんか買っといで、往復35分往復35分、いいかな、家にいるから。近くにスーパーとかあれば惣菜買う。あー惣菜ね、確かにスーパー隣にあったらいいんだよ、隣にないから。あーあの時の、そうよくあるやつね、ないから。あんなの多分部下の太陽の神ニカですね。神ニカってなんだよ。なんです。無印行ってくるかな。片道1時間。遠いよ、無印。うん。やっぱ隣に作っちゃえば、タムさんのチキンで。そんなチキンあるわけないだろ。作れないよ。いつでも曲がり角で待ってる。で、それ、待機してんの。いつでも ぶつかれるように。いけない、遅刻遅刻ってやつ。そうよ、そう、あらないですから。朝食パンはお高めの食パンです。なんだそれ、何言ってんの。じゃあランキングもっかな。13分だ。こんにちは、どうも。13位からランキング読めますね。イケメン肩に芋金ぴついてるぞ、パクちょっと嫌だな。肩に芋金ぴついてるのもちょっとやだ。13位から読みますね、ランキング。13位。なんて？なんて読むのこれ？13位の方。名前が難しい。
僕はなんか寝坊するだけ、寝坊するだけだって。だって10歳の方読めない。この名前教えて、なんて読むの。読めなかったんやったん、くにちゃん。これかわいいの、ありがとな。ぶつかった、ぶつかった後入れ替わってるの、また。もう変わってどういうことだからさ、10歳の方の名前の読み方わかる人いない？難しい。普段卒業公演以来の僕大公演楽しんできます。いってらっしゃい。わかりません、むずいよ。なんて読むんだ、わかんない。これアレクイーンさん、アルルカン、アルルカンさん、アレクイーンさん、13位。ありがとうございます。難しい。12位、コーヒーレンさん、ありがとうございます。11位、ムムさん、ありがとうございます。10位、ヨシカナさん、ありがとうございます。9位、ワイパルさん、ありがとうございます。8位、ランタンさん、ありがとうございます。7位、ゴン太郎さん、ありがとうございます。6位、T さん、ありがとうございます。5位、ベビースターさん、ありがとうございます。4位、まさひろさん、ありがとうございます。3位、グランチさん、ありがとうございます。2位、おまさとまく015さん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございました。お披露新居もありがとう。アルルカンさんか、難しい。覚えとこ。2度目の方ありがとう。ね、みんな教えてくれてる方。お昼配信、夜配信はもう20時からとりあえずするつもり。早くできそうだったらもう一枠早い時間からやろうかなと思って、とりあえず20時ぐらいからする。20時台から。夜配信のお昼何食べたか、あ、いいよ、何食べかな、まあ何食べか決めてないと。みーちゃんともそろそろかな。お昼配信もありがとうございました。アールリーグギフトもたくさんありがとうございます。カニギフトもたくさんありがとう。また夜配信でかな。次何時予定ですか。次20時台にするつもり。20時台ですかね。夜配信でありがとうございました。よいしょ、またねー。お仕事ある方は頑張ってください。